本当に映画館で見てるような、そんな体験が自宅でも楽しめちゃうと。こんにちは、わけです。先日ジーミーのポータブルプロジェクターハロープラスをご紹介いたしました。その動画の最後に今度新しいの出るんですよねって話ちょこっとだけ予告したんですけども、それがこちらオーラでございます。まず最初にね、このオーラの紹介の前にこのブランド名の呼び方、今まではジミーと呼んでいたんですけれども、これが日本でのブランド戦略として呼び方を X ジミーというふうに変更になりました。で、この X ジミーの新商品オーラなんですけれども、これパッと見でどんなプロジェクターか分かりますかね。おそらく多くの方がプロジェクターというと映画館のようなこういうふうに投影する方法を思い浮かぶと思うんですけども、こちらはね、超単焦点タイプのプロジェクターでございます。スクリーンのほんの少し手前にポンと置くだけで大画面投影できるというタイプのプロジェクターでございます。ではまずざっと特徴を見てまいりましょう。 X ジミーのプロジェクター、いろいろ僕もご紹介してきたんですけども、 4K で投影できたのはホライゾンプロだけだったんですよね。このオーラはまず 4K、 そして2400アンシルーメン、すんごい明るいんですよ。で、おなじみのハーマンカードン製のスピーカー搭載されてるんですけども、これもね、 15W のツイーター2機とウーファーが2機、全部で4機ついております。もうこれだけでかなり音質がいいのがスペックだけでもわかると思います。で、 Android TV は 10.0 が搭載されております。そのまま各種動画のストリーミングサービスにつないだりとか、スマートフォンやタブレットの映像、画像なんていうのもすぐに投影することができます。で、最近の X ジミー製のプロジェクターにはかなり搭載されている自動台形補正の機能っていうのがありますよね。でもこちらはもう完全に据え置きタイプの超単焦点プロジェクターですから、自動台形補正はついておりません。その代わりに手動で4点ではなくて、その中間も含めた8点の台形補正機能がついております。四隅じゃなくって8箇所で補正できるっていうのが一つポイントでございます。で、実際に我が家でも100インチのスクリーンに投影してみたんですけれども、さすがにね、 4K 解像度綺麗ですよね。ついつい 4KUHD とかで検索して 4K 対応の作品ばかりを見てしまいがちになりますね。そのぐらいね、やっぱこの大きなスクリーンで見るんであれば 4K 対応でぜひとも鑑賞したいですよね。で、先ほどちょろっとご紹介したハーマンカードン製のスピーカーなんですけれども、 DTS とかドルビーオーディオにも対応しているので、プロジェクター内蔵のスピーカーだけで結構音がね、回ってくれるんですよ。しかも 15W×4 機、ウーファーも搭載されているので低音の迫力っていうのもかなりあります。で、我が家では AV アンプと 5.1 チャンネルのスピーカーシステム組んではいるんですけれども、もうオーラを使うんであればそれ全部いらないんじゃないかなっていうぐらいすごい手軽にサラウンド感楽しめました。で、この気になるのがね、2400アンシルーメンという明るさですよね。もうスペックだけでも明るいんですけれども、こう後ろから遠くに投影するんではなくて、スクリーンのすぐ手前から投影するんで、かなり明るい状態でスクリーンに映ってくれるんですよ。なので日中でも問題ないですし、部屋の明かりがついていても全然問題ないです。この辺が超単焦点プロジェクターの一つの強みでもありますよね。で、さらに 3D 映像にも対応しております。別途メガネは購入する必要があるんですけれども、ブルーレイ 3D だとか、あとは YouTube でも 3D 対応の映像結構探せば見つかるんですよね。そういったものを再生してメニューから 3D の投影方法を選んであげると立体的に見ることができるんですよ。で、今までの後ろから投影するタイプのプロジェクター、 X ジミー製も 3D には対応にはなっていたんですけども、スクリーンに対して真正面から投影した時にだけこの 3D の機能が使えるんですよ。なので、こう斜め横方向から投影するような時っていうのは、このね、 3D の機能を使えなかったんですよね。
そうなるとどうしても自分の目の前にプロジェクターを置くような形になるので、なので大きな画面で見れないっていうのと、視界にどうしてもねプロジェクターが入ってきちゃってたんですよね。ただこの超単焦点プロジェクターであれば、スクリーンの本当に真下にポンとプロジェクターを置いてあるんで、その視界を遮るものはないですよね。あとはじゃあ後ろから投影した場合っていうのは、こう自分が影になっちゃったりとかっていう場所も選ぶじゃないですか。それも関係なくなっちゃうんですよね。なので今回我が家では100インチで投影して 3D の映画とか試してみたんですけども、結構近距離で見れるんで 3D の迫力っていうのはね、かなりねいい感じでしたね。もう本当に映画館で見てるような、そんな体験が自宅でも楽しめちゃうということですね。でこの2400アンシルメンということで、かなり明るいもので、しかもこう下から投影するので、この絵にあるようにね、小さなお子さんがその光、何に光ってんだろうってこう覗き込んじゃったりっていう危険性があるんですよね。かなり強い光なので、それを直接見てしまうと目に悪影響を及ぼしますので、そんな形でこのライトを遮るようなことになると、自動的に光源がぐっと下がるような仕組みになっております。そういった安全面も考慮されているということですね。であとは背面にある入出力端子類ですね、これも豊富なんですよ。 HDMI ポートが3つ、そして USB2.0 が2つ、さらにヘッドホンジャックとオプティカル出力、それと Wi-Fi だけではなくて有線の LAN の接続も可能です。このオプティカル出力があるということで、 AV アンプにつなげば 5.1 チャンネルの本当にサラウンドシステムそのまま活かすこともできますよね。ということでざっとご紹介してまいりました。実際10日間ほどこれ使用してみたんですけれども、かなりいいですね。で僕もね、この超単焦点プロジェクターっていうのはね、ずっと気になっててね、いろいろ調べたことがあったんですよ。どれもこのぐらいのスペックになるとね、40-50万しちゃうんですよね。なので購入には至ってなかったんですけども、この X ジミーのオーラは税込みで30万弱で購入できるんですよ。この価格で買えるとなると、かなりね揺らいじゃいますね。このオーラを使ってみる前まではエルフィンとかでいいのかなっていう気もしてたんですよね。でもエルフィンだとやっぱりこの後ろから投影する形になりますので、その 3D の映画とか楽しもうと思ったら、さっき言った問題が発生しちゃうんですよね。真正面からじゃないと 3D にならないというものですね。その問題が大きく解決できちゃうっていうのがね、かなり大きなポイントかもしれませんね。あとはホームシアターじゃなくて仕事で使うような場面、例えばスクリーンの前でプレゼンテーションするような時っていうのも、スクリーンの前に登壇者が立ってしまっても、自分のこう影はスクリーンに落ちないですよね。そういった利点もあるんですよね。でこのオーラを使ってて感じたのは、こんだけ明るいとなると逆にね、100インチじゃ物足りなくなってくるんですよ。ほんのちょっと後ろにずらすだけで一気に大画面大きく広がるんですよ。なのでね、これはね、壁面いっぱいにね150インチぐらいで投影したくなりますよね。明るいし 4K だし、100インチじゃ物足りなくなってくる。どんどん欲が出ちゃいますよね。でもやっぱり30万というと、ホームシアターで言ってもかなり高額な部類には入ってくるとは思うんですけれども、このスペックを考えたら決して高いとは感じなかったですね。さあこれでうちのプロジェクターどれにしようか、また悩みが増えましたね。